どうも、ミトです。今日はクリスマスパーティーのためにローストビーフを作ります。 YouTube を始める前に炊飯器で温度管理しながらローストビーフ作ったんですけど、その時のデータをもとに究極の鶏胸肉を作った時みたいに湯煎で作ります。では本日の手順どうぞ。本日のラインナップです。いや、ではまずブライン液から作っていきます。お水に 5% の塩と砂糖を入れます。ほいっといって、ローズマリーですが、これは乾燥でも大丈夫です。持ってんのになんか生見たら買っちゃった。ニンニクは炒めないので芽は気にせずにスライスしていきます。セロリは葉っぱのところをこのぐらいあればいいでしょう。100g 530円で 484g あります。これで 3,4 時間から一晩、今回の場合は一晩冷蔵庫で寝かします。いってらっしゃい。ピュー。56度目出してやりましょうかね。はい、一晩経ちまして、これを湯煎していくわけですが、血抜きもできた感じでお水捨てます。冷蔵庫から出して1時間ちょい室温に戻してました。水分取っておきましょう。ストローでやるのに挑戦してみます。ではチラチラ見ながら作業ができるのでソースの準備しましょう。100cc 入れます。オリーブオイルも2回し3回し。こちらほぼ水分がなくなってきたので生姜を入れます。これでソースのベースができました。じゃあこれは適宜コンソメ小さじ1、お砂糖小さじ半分、お醤油小さじ1で胡椒を振りました。はい、これで冷まして完成です。ここで
火が入りすぎると元も子もないので強めにしてさっさと焼き目をつけます。こういうドリップ、これは血じゃなくてタンパク質が固まらなくてうまくできてるでしょうのサインです。じゃあこれは粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて明日食べます。でね、スーパーに買い物に行く間でだいぶ落ち着いたと思うの。味見しちゃおう。やわ、うまい。もう一枚だけ、ちょっとこのままいってみます。このままだとちょっと物足りない感じだけど、柔らか。あ、そうか、ブライン液か。うん、大成功。縁からピンクのあの加減は低温調理にしかできないと思います、多分。で、3時間ぐらいかかったんですけど、その間他の調理もできますし、私は編集もしてました。ぜひやってみてほしい調理方法です。で、何しろ温度管理してるので安全です。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。